駒田駅は、京都府相良郡聖火町大技、下駒商事下新城にある、近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は、B20。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。ホーム有効長は4両編成分までであり、1997年に、臨時列車として運転されていた6両編成の、カラスマ線国際会館発高野原普通列車も、当駅では、 ホーム有効調を満たしていないために通過していた。改札口は2番ホームの南北両サイドにあり、反対側の1番ホームへは地下道で連絡している。駅員は北側駅舎に駐留している。南側サイドは自動改札機のみの設置である。また1番線南端に車椅子専用出入口が設けられていた。駒田駅東特定土地区画整理事業に伴い、 駅東側の山と最大寺駅よりに駅前広場が整備されるとともに駅隣接の駒田一1号踏切を2021年1月30日に閉鎖市南側に移設。また、同年6月16日よりロータリーに面する形で一番線側に新たな駅舎が新設されている。新田辺駅管理の有人駅でピタパイ効果対応の自動改札機及び 自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。駅ナンバリングを全線で実施します。近畿日本鉄道、http コロンスラ<タ>ッシュスラ<タ>ッシュ www.kintetsu.co.jp スラ<タ>ッシュオール。ニュース、ニュース、インフォ、ハポ、pdf2016 年2月25日閲覧。 A.B. ソネサトル週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手市鉄3号近畿日本鉄道2朝日新聞出版週刊朝日百科2010年8月29日12から13ページ ISBN 978から4から02から34133から4平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年2月25日閲覧 ?ab6 月16日、近鉄、駒台機の新駅舎が供用開始。 京都府聖火町、アルコウジ乗用、2021年6月16日閲覧。公有者、鉄道ファン1998年3月後通関443号、P119、近鉄京都線、駒田第1号踏切の閉鎖について、聖火町、2021年6月17日閲覧。AB、駅の情報駒田、近畿日本鉄道、 2021年8月8日閲覧駅別上工人人京都線近畿日本鉄道ありがとうございます